あいがら県立医科大学医学部医学から皆さんこんにちは、サワヤンゲームズでした。しゃあ、てことで本日100万円届けるはガチイージーでいきます。よろしくお願いします。ここ最近どうだったんだろう、スタート最近成績は、まあ、まずまずだったと思うんだけど、今日はマジ突き抜けるような成績を残して勝っていきたいと思うんですけども、悪い字が多すぎる。自然が1匹、羊が2匹という感じで、はい、やっていきましょう。さあ、まず風もらってがっつり前いきます。指でダメで、さあここも、シングルっていいね。加速値がいいね。いやー、もう投げたい投げたいけども、即投げしたけど誰か違うやつに当たってしまう。まあでもここは言うて結構打開コースでもあるから、まあ、できればさっきと前で粘りたかったけど、うん、メダルは残らなさそう。 OK、 ダブル取れる。 OK、 はい、合格点合格。危ない危ない危ない。さあ、バナナ置いてくるよ。バナナ置いてくるのを警戒しつつ、ちゃんとこれし、危ない。さあ、またこいつバナナ、さっきこいつバナナ吸ったんだよ俺。多分置いてくるから、置いてくる可能性大だから、ちゃんとアウトで避けていいね。アウト避け素晴らしい。ただサンダー振りそうなんだよこれ。サンダー振りそうで、しかも前何も見えなくて、まあ一旦これそのまま持っていくか。まずアゴこれ1個消して、ブブライバゲ、キノコならオッケー、キノコならオッケー、了解した。キノコ了解して、さ、卵切り避けして、キノコのまそまちょっとまた溶けきたら譲るみたいな形いいんじゃない。仲良く行こうぜドライブ。あと後ろにアゴこれ受けてもらってみたいな。さあ、キノコもう一個あるんだね。なるほど、面白いハイパイだね。はい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 、赤コラ投げて、赤コラお疲れ様すして、で多分防御がないから、で俺キノコ引いて、これ強いよ。サンダーさえ振らげれば1位ですよこれ。サンダーさえ振らげれば1位なんですけど、振るんですこれ多分。おそらく振ります。振らあ、いや、まずトゲが来た。はい、まずトゲが来て、ここ完璧な回避。さあ、写真つかり1個刺して、いいよ。さあ、逃げ切れば、サンダーないね。サンダーがなくて、危ない、卵ギリ、ちゃんとかわして、さあ、バナナ、あ、これも来ない、キノコ持ってないぞ、キノコ、たぶん、キノコだね、あれ。キノコだね、たぶん追いつかないね。私が1位です!1 レース目から1位が抜けてしまうね。完璧、素晴らしい立ち回り。サンダーがなかったのはでかすぎた。救われました、持ってます。はい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 、ノーワール1レース目1位ぶっ飛ばしていこう。第2レース行きましょう。しゃあ、はい、では第2レースはモーモーカントリー。1位スタートにはかなりうってつけのコース。初手赤コーラさえ引かれなければかなり逃げ切りもありえるよ、そんなコースでございます。逃げ切ります。ここ完璧なスタートも、スタートこの上ない完璧なスタートを決めて、さあいいでしょう。さあ、まずはミニターボで、ここ絶対ダートかまないように気をつけて、メロもすぐ使って、UMT 食べていいよ。もう一回 UMT がっつり前いっちゃおう。そう、もう前いっちゃって、変なことせずに、でダブルライトで OK2 で割ってる。しかもいいね、アゴロ2つ、いいんで前出れる。1個でまだ防御あるから、まだ防御あるのがめちゃくちゃ熱い、めちゃくちゃ熱い。これこれいい、いい形来たよみんな、いい形来ました。これさあ、あとはトゲとか OK 後ろどんどんやり合って、マジでマジマジ不穏な音、不穏な音がするせいでケツつけしてしまった。まあ、これ爆殺しといていいでしょ多分。もう一回ダブル交換して、クラクション狙いに行きたい。クラクション狙いに行きたい。クラクション狙うんだよね、狙った結果引くんだよね、プロは。マジで。これも勝ち申したでしょ。これ、負けるビジョン。オッケー、いいサンダーだよ。いいサンダーで、相手前で、あとは後ろが赤コール引かなければの話。さあ、メダルまず2枚集めて、イン刺して、オッケー、なんか引いてなさそうだね、雰囲気引いてないけど。であと結構意外と牛に当たって消えたりもするから、ダブライ取って、またクラクション。これ一発は受けてもいいかもしれない。いや、これも来ないね、これ来たね。いや、これ消します、さすがに完璧。リーチ止まらない、クラクション振り返っていく。クラクションを引きたいときに、引きたいといえば引ける男、今日の残さはやんぎるでございます。ナイスハイスキーでした。
もう高評価のレートが上がりまくっております。皆さん教えていただいて本当ありがとうございます。もう素晴らしいね。1レース目2レース目1位、ここ集中力切らさずいきます。スタート完璧なスタート。さあ前張りですね。記録を下げて1スタートでちょっと前頑張っていきたい。前マジで頑張っていきたいです。 OK すぐ使って、打開だね。まあこうなっちゃうと打開なんだけど、さあ問題はメダルをちゃんと拾えるか否か。拾えない。あー、オッケーオッケーオッケー。わかった。わかったわかったわかった。じゃあ、作戦プラン B。プラン B です。待って、これ危ない。こっからこう行くしかない。9位で割れてるかな。てか、メダルがマジやばい。マジやばい、お前ら。本当にこうなるとまずい。こうなるとまずくて、さ、トゲも避けて、それ当たるの一番まずいから、絶対当たんないで、まあ、まだ慎重に行こう。まだ慎重に行ける時間帯のはず。あ、これもすぐ使って。ここでちゃんと、ここで慌てずにメダルを集めれるか否かなんだよね、多分。さあ、ダブル取って。これまずいね。スタンダー出てね。いや、まだこっから行くんだよ。見といて、マジでみんな。マジでみんな見といて。こっから行くから。すべてはこっからだから、すべてこっからスター引けばいける。引けない。ただ俺はこっから行く。やっといて機能使って危ないか、スライめちゃめちゃ当たりますぎる。だかい素晴らしいんじゃない？ 113!113!3 連続1位が長かったけど、素晴らしい仲いいだよ。はい、では第4レースは、64じゃなくて SFC レボロードってことで113!113 耐えております。素晴らしいランクイン、真っ逆さま。ここ真っ逆さまじゃねえや。スタート。なんだろう。わかんない。スタートちょっといい感じなんだから、ちょっとここは集中していこう。まあとかどうでもいいから、もうさっさと前行く。さっさと前行って、もう解放してこっちからこう、KF25式の立ち回りで風もらってすぐ使って結防御、オッケー、悪くない。まああれ赤コーラはもうちょっとしょうがないから、いや今アイテム取っておきたかったな。上がるよね、アップねマジで。これ爆炸警戒でこっちから。ボムやばすぎ、危ねえ。落ちたらね、トゲ待ちいいかもしんない。うますぎる。リカバって、キノコリカバって、まだ食らいついていくよ。ダブルってしっかり、まだ食らいついていこう。パツくさっさと消費できない。ダブルボール来るんだよね。そうだよね、トゲいってる。まだあるよ、まだリカバってるから、なんだかんだリカバってるから。で、前詰まってるでしょ。で、メダルもあるよね。アイテム取らないでマジまずいけど。まだ3位だよ。4位。いやー、怖すぎる。シングルでいい。うわー、それはまずい。それはまずくて、またリカバってんだけど、流れ非常に悪くて、ちゃんとブレイクプン。いや、冷静、この音。いやー、またがコーラリカバって、またよいしょ、くそ無理だろ。もうリカバれる限りリカバってるぞこの野郎、マジでリカバれる限りリカバってんだよこの野郎。お前どんだけリカバったと思ってる。さっきのレース56回はリカバってるぞ。56回はリカバりまくって結果6位だよ。マジでふざけやがって、ほんとこの野郎、マジでクソ頑張ったよ。ここ、静が2匹。スタート。ってことで、ワリオスのマウンテンってことで、マジで集中していく。結構ランクイン、ランクインマジできそうな感じだから、さ、このキノコ、初動前行きたい。OK。もうメダル取りに行っちゃう。メダル7枚にしちゃって、もうこれ結構後半生きてくるから。後半かなり生きてくる。この7枚は。この前マジ後半クソ生きてくるから、あとあの緑子の爆炸だけ気をつけて、これなんとかなる。やばすぎる、爆炸来るよ、ラグいから来ない。 OK、 赤コーラ OK、 メダル1枚取って8枚ね。
メラルドマイス、ちょっとお前遅い、お前マジ遅い。多分お互い相殺し合ってね、相殺し合ってそうだよね、ないよね。オッケー、爆殺警戒ダブルアイドってオッケーいいよ。はいオッケー、強い強い強い、防御防御防御の安心感すごい、安心感すごいです、ありがとうございます。行きましょう行きましょう。で時が来る、行けば全然面白い流れになる、全然面白い流れになるから、はっぱっぱ、なんか誰かなんか食ってたね今、くっちりしてない。オッケー、また安心感すごい。オッケー、オッケー。ボム置いといて、もう全員爆撃しといてほしい。オッケー、オッケー。で、俺と1位と、1位と、おじゃないね。オッケー、オッケー。1位と、俺のドライブ2、ドライビングデート。あーだけ、あー時いった、でも。オッケー、オッケー、オッケー。まだある。冷静に。冷静さを失っちゃいけない。食らうよね、さすがに。あ、初ピセット、あいつ初ピセット、あれ伸ばし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 、いやくっそ、いやくっそマジで。はい、でも第6レースはミュージツクパーツク琴将棋区なんですけれども、なんか多分部屋替えのタイミングだったんだろうね、ちょっと6人ぐらいになってしまいました。ってことは確実にここは1をもぎ取ります。ここ6人ならマジで、さあしかもこの僧侶が必要とされるこのコース、ミュージツクパーツクで多分俺に勝てる人はマジ存在しない。メダルすぐ使ってスーパー貯めてイン刺してパツくん、オッケー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 、ナイス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 です、さうまいです、うまくない？ねえちょっと待って、これちょっとさ話が違う。オッケーダブル取って、まあいいでしょう。いやーやだねこれ、ちょもうコンピューターうざいから、コンピューターちょっとうざいから、隔離しといて気持ち。オッケー悪くない、あのバナ持ちも危ないからやっといて。オッケーオッケー悪くないよ、ジャンプよいしょ、オッケー悪くないよ、あーオッケーいいねいいね、めちゃくちゃアイテムすごくいいよ、すごくいいから、バックスナガこれ怖いから、なあーもう鳴らすタイミング最悪、これ緑とか当たったら マジ切れる、前出ちゃいだよこれ。オッケー穴ゴールないね、オッケーごめんな、投げちゃった、ちょっと間違えた。オッケーバーだ、消えた、消え、消え、あちゃ俺じゃなかったのか、俺じゃなかったラッキー、俺じゃなかったマジラッキー、これ一回温存、あっぶねえ踏まれたらマジ泣いてた、うまいうまいよ、さあ近づいてきたよ、これ一回キノコ使って解放して、まあさすがに、え、なに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 、まあ、あの緑当たりません。で、裏キノコ最強。あれ、トゲ来てる、もう怖くない。トゲ来ても怖くないっす。なぜなら、なぜなら裏に、僕はキノコを忍ばせてるから。サンダーだけやめろよ、コンピューター。マジ、面白くないから、そういうの。それ来たら、マジで面白い。マジで面白くないから。ここあっぶねえ、あのバウンドマジぶつかった、今。絶望よ。勝てるよね。はい、オッケー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 、一気に勝ちました、完璧、あーぶねー、琴将棋区に跳ねられて、お前跳ねられたせいで、お前回避ミスることとか、あぶねー、これは経験の差が出ましたね、完璧な一気、本日3発目じゃないの、はい、残ったのはレース2レース両方1位取って100点超え見せます。はい、てことで第7レースカラカラ砂漠、打開オブ打開コース、なんなら打開コースの中でも最近は特に俺が得意としてるコースでもある、てことで皆さん見といてください。こう4度目の1位は、スタートスーパーアルティメット、ボタニカル打開決めます。さあボタニカルの意味は果たして何なのか、おそらく、全視聴者が今頭の中ハテナまみれになっております。はい、1位がめちゃめちゃ走ってくれてる、これスタートが出ないかな、あ完成してたら強かったけどな。1位はかなり離れるパターンのレースね。オッケーオッケー、ちょ
一回2位でちょっとちょっかいかけていきたいね。ちょっとちょっかいかけていって、ショーツピリとちょっかいをかけていってメダルも集めていって、だいぶ離れてるね。これ2位結構ね、いいポジションに入れるんだよね。はいはいはい、トゲもいってる。さすがに当たんないよね。さすがに当たんなくて赤さんだから食らってるね。でここまでいっぱいあるから、もう一発送っとく。 OK、 もう一発送っといて、 OK、 サンダー振って完璧完璧で、これでいく。いやー、ちょっとここでスター欲しかったんだよね。ただまあ回想値も怖かったから、ここはちょっと無難に、一旦無難に。 OK、 このメダル美味しい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 。これ10枚にして、待って、危ない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 、冷静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 。オッケー、オッケー、ナイスキラー、いいいい、このキラーすごくいい。ごめん、ちょ集中しちゃって少し黙ってたけど、このキラーはすごく良くて、メダルオッケー、メダルオッケー取って、でサンダーがあとはどこで来るかなんだけど、だろって、オッケー、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない、弱すぎる、嘘だろお前、正気かこのアイテム。ただここでここでちょっとスター引けない、引けない、この距離感やばすぎる。悪くないよ、悪くはないよ。ここで最後キロさん引けば全然悪くはないんだよ、全然悪くない。ここでキロさん、このキロさん絶対キロさん絶対キロさん絶対キロさん、時計いった、はい、いい、すごくいい。それだるくて、たすごくよくて、やり合ってもらって、いや、やってるで、キロを使って、キロを使って、キロを使って、これがスーパーアルティメットウルトラボタニカル大会へ決まっていく。最後に勝ち切るのが実況者プロでございます。覚えてください皆さん、いろんなぐちゃぐちゃあったけど、あの4位大使つかりとキロコ引けば勝てるんだよ。さあ、では皆さん、最終レースはマリオサーキットへ、私は得意コースでございます。前張りします。打開は極力しません。最初赤コラさえなければかなり勝率が上がります、このコース、ここ完璧なスタダ。今日スタダがね、スタダ全部冴えてます。スタダがマジで最長ふさわなんで、スタダがマジで最長ふさわなんで最高です。サメダルもすぐ使って、このメダルもメダル、オッケー、メダルナイス。後ろ何引いてるか分かんないけど、ダブルって耐える、欠乏、オッケー、悪くない、オッケー、初動耐えた、初動耐えた、この初動の耐え偉い。あとなんか展開アイテムの音が聞こえる、これはキープ、これキープです。オッケー、オッケーオッケーオッケー、離れてる離れる、オッケー、ダブルボケだ、ダブルボケ、最強最高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 、ちゃんとパツク丁寧に避けて、斜めぐらいでガッツリ、いいね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 、いいよいいよいいよ。さあインさしていく、ひたすらここからもう、もうあと早く走るだけ、あとはもう早く走るだけで、メダルの位置を取っとく、残さない、後ろに後ろに残さない、立ち回り、赤コラまず、あ、俺じゃないね、いいね、ここ投げてみる、当たってないか、トゲが来てるんだよね、ダブル前を抜いて、くらっ、引けない、まあしょうがない、リカバって、オッケー、バイバスしちゃってね、今赤コラ、あいつ防御ないぞ、あいつ防御ないぞ、やれるよね、お前、お前ならやれる、信じてる、なんでやらない、なんでやらない、防御ないぞあいつ、バスシャマジシバック、ナイス、お前それやられるよ、オッケー、後ろやられるそいつ、やばな、持ってやがる、あ、でも時計いってる、最高、キロを使って俺が1位の前だ、104ポイント素晴らしい勝利、これはマリオカート、上手い人のマリオカートです。久しぶりの100点超えきまして、104ポイント、どうだみんな。
まだ俺のこと下手くそとか言うか。1 すげえ、いいね、優勝した。ついにだぞ、ついに猛攻に取るぐらい、そして100万を取るぐらい、大会という大会で俺が実力で自分が1位を取って初めて104ポイントついに優勝しました。ありがとうございます。いやこれは嬉しい。561人参加してて今日その中で1位を勝ち取った男、サワヤンゲームズ東野モコでございます。素晴らしいね。いやついに来たね俺の1位が。いやマジ嬉しい。いやちょ嬉しいね、561人のトツプだから。いやありがとうございます。ってことで、決算いきましょう。第1位ノーワール、私104ポイント優勝おめでとうございます。素晴らしい、ついに優勝の座に輝いた。第2位キープ、はい、103ポイントでございます。この、変なね、最後の文字はね、ロシア語の F の文字だと思うんだよね。はい、多分、おそらく。はい、第2位、同率、ノーウォーアンダーバーカイチ、103ポイントでございます。第4位、ハッシュタグ、メトロ 8117F、100ポイントでございます。第5位、スタンブルガイザー、95ポイントでございます。第6位、O、94ポイント。第7位、ハーベル、91ポイント。第8位、例のやつやってくれ。なんだろう、何のことなんだろう。へぇ、これかな、はい、90ポイントでございます。第8位 NW アンダーバーメティオ、90ポイントでございます。第10位あ、89ポイントでございます。第10位、坂の上の田村氏め、89ポイントでございます。第10位マリオ歴8年目、89ポイントでございます。第10位ヒトレックス、89ポイントでございます。第10位、ペレグリーニ、はい、88ポイントでございます。第14位BB 虫キング、88ポイントでございます。第16位サワの臨時、87ポイント。第16位春達、87ポイント。第18位 RG、白星里湯85ポイント。第18位 A85 ポイント。第18位渡る85ポイント。多分これね、まだ多分レース終わったらあと1レースぐらいあんのかな、みんなおそらく。100点超えたじゃワンチャンも終わってる説も濃厚ということで、まあ1位は1位ですね。あ、よかったです。ということで皆さん、今回なんと、当選者の発表なんですけども、6レース的中で5万円、7レース的中で10万円、そして、8レース的中で100万円のところ、なんと今回6レース的中が4人出ました。はい、おめでとうございます。素晴らしい、総額20万円ですね。素晴らしいですね、ありがとうございます。予想してくださったから、いやこれやっぱ1位取るとね、結構当てやすいっていう統計がもうおはや出てきてるかもしれない、だから多分俺が全部1位取った時は、おそらく100万円当選者が多分ね54人ぐらい出るんだけど、そん時はさ、あらかじめ言っておきます、これ証拠映像にしてもらいたいんで、そん時はあの一番早く応募した人に当選とさせていただきます。なんでそれ以降の人は申し訳ございませんが、無公表しますんで、ぜひね早い段階での応募よろしくお願いいたします。次回の応募もね、動画概要欄から応募リンクあるんで、そちらからよろしくお願いします。そしてツイッターの、リツイートも忘れずに。ということでまたね22時のゲーム実況動画でお会いしましょう。ブワー。